さらにね、大阪のエキシビジョンもやばいんですよね。大阪のエキシビジョンは現役最強決定戦賞金10万円争奪マッチということで、緑川馬対シンペーター。おー、え、これやばくない？これいいんですか？これいいんですか？いや、これやばいでしょ。でも実はこれもリベンジマッチなんですよね。あ、緑川馬とシンペーター、いつやってます？これは UMB2011 の、2011って5年前じゃんだって、本戦の1回戦でやってて、はい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 、その時はやっぱ緑さんが今ほどみんな理解されてなかったから、結構シンペーさん圧勝だったんですけど、俺すげえ覚えてる、この時も緑さんすごいですよ、それで言ったら。だから UMB2011 の時に緑さんが本戦来て、緑さん負けちゃったんですよ、はい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 、緑さん1回戦で負けちゃって、俺終わった時になんかタイカさんに緑さん紹介されて、タイカさん緑カルマ、どうも緑カルマです、あ、戦慄、その時戦慄 MC バトルみたいな、はいはいはい、あ、どうもっつって言って、あーっつって、で俺、あ、じゃあまたっつって、パーっつったら、あ、ちょ、緑さんマジっすよ、これガチっすよ、マジで、何、ちょっと待ってって言われて、こうやって来年は絶対理解させるからって言われて、かっこいい。マジで、マジで、これ前、これガチよ、この話。ちゃんと顔隠してたんですか？こうやって、何やってたのって言ったら、こんなの。かっこいい。で、しかもそれを今理解させてるじゃないですか、リフさん、はい、いや、本当ですよ。そう、 そうだね、数々のパンチライン出して、すごいですよ。あるよ、だって僕らも超ライブへの道でずっとやってて、名古屋でやってた時、それこそ5年前とか緑からも出てくれて、その時僕らも出てるし、スカイハイとかも出てたわけ、まあ、そうだ、そうだ、で、緑からも出て、スカイハイのファンの女の子もすげえガーッとされてるっていう中、緑からも出てきて、いつも誰も超やった後で、お前らついていく先輩間違えんなよってさーって去ってってかっこいいかっこいいかっこいいねすごかったんですよ。なるほど、緑さんのパンチラインは他とは違う気がするっていう、これそうだよ、本当にね、でもね、うん、でもこの言葉のウェイクに差がありすぎるとかね、もう拠点の流行語大賞なんじゃないそうですね、にね、対象だと思う、もっと使ってほしいな、あれな、みんなね、うん、でもそんな緑カルナと今のシンペーターがガッツリぶつかるって、これ結構やばいですね。どっちが勝つと思ってるんですか、どっちがみんな勝つかな。でも緑さんの世界観がいいって、うん、やっぱ2人とも全然世界観といえば全然違いますもんね。圧倒的ですね。あのコメント欄だとシンペーターの方がすげえ不人気ですね。みんなもっとシンペーターにも愛を与えてほしいですねシンペーさんはまあ、うん、今ちょっとあれですかでも強えからな、実際出てきたら。シンペーさん強いと思うんですよ。シンペーさん緑さんがいてだったら不足なしって感じだった。いや、そうだと思う。前回の新兵とか最初に見れるんじゃないですか。すごい、見たい。楽しみですね。これ8月14日って、8月14日両方エキシビションは、はい、あの8月2日も8月14日も、はい、通常とは違うルールで、うんうん、あ、本当、はい、賞金10万円かかってるんで、うん、通常とは違うルールでやろうかなと思って。どういうことですか、それは。言っちゃっていいですかね。言ってね、まあ、僕は別に、まあ、一応3セット勝負にしようかなみたいな。ああ、はいはいはい、1回じゃ終わらせないと。1回そう、8-4をだから8-4ダンジョンスタイルですよね。8-4を3回ぐらい。8-4、8-4、1回、アカペラ1回、8-4、1回、やばいじゃん、超見れるじゃないですか。そう、それをやろうかなと思ってます。すげえ、はい、じゃあもうすげえ、すごい時間かかりそうだけど、8-4そんなやるんだえげつなくなりそうだな。8-3の方がいいですかね。いや、でもいいと思いますよ、そこはもう。これって今ここの番組で変動する可能性もあるんですか、うん、あ、もう全然これ言ってもらって意見があれば、あ、じゃあせっかくなんでみんなでコメント、はい、すごいな。